皆さん、こんにちは。芸能界にてお笑いタレントの活動のみならず、モノマネや俳優、声優、ミュージシャンとしても活躍する山口智充さん、テレビへの出演なども減り、ネットで検索すると刑務所入りというワードが目に飛び込んできます。果たして真相のほどはどうなのか。また山口智充さんの家族関係などについても調べました。よろしければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。まずは簡単に山口智充さんのプロフィール、経歴からご紹介します。山口智充さんは日本のお笑いタレント、モノマネタレント、俳優、声優、ミュージシャン、司会者です。愛称はグッサンで、吉本興業に所属しています。吉本の芸人としては珍しく、声帯模写や効果音など多彩なモノマネを得意としています。またミュージシャンを志望していたことから、歌唱力が高くギター演奏もこなしています。体型ががっしりしていることから芸人の体ではないとよく言われますが、特に格闘技やトレーニングは行っていないようです。またバイクが好きで、山口モータースというバイクチームを結成しています。山口智充さんのエピソードで、小さな頃から誰とでも友達になれると自負しており、小学生の時から喧嘩をしたことはないとのこと。また小学生の頃から芸人としても得意としたモノマネを始め、給食の時に女の子が牛乳を飲むタイミングを見計らってネタを振って吹き出すということに快感を覚えていました。小学校の卒業文集では、山口くんが給食の時間で笑かすので牛乳が飲めませんでしたと書かれたほど。そして高校時代、友人とコンビを組み、コントのようなことをしていました。芸能活動を始める前は松屋電機で営業担当として約2年半勤務し、ミュージシャンを目指すために退職。国際花と緑の博覧会で着ぐるみショーでアルバイトを務めたことをきっかけに、ショーを運営する阪急電鉄の宝塚ファミリーランドに勤めると、平畑博士さんと知り合い、お笑いの道へ進みました。多彩な才能を持つ山口智充さんは、2001年に現在は YouTube などで活躍する宮迫博之さんとデュオユニットクズを結成。2004年にサードシングル「すべてが僕の力になる」をリリースし、オリコン初登場1位を記録しています。多彩な才能を持ち、マルチに活躍されていた山口智充さん、しかしとある時期から代表番組から姿を消し、メディアで見かけることが少なくなっていきます。ここから刑務所に入ったのではないかという噂が徐々に広まり始めます。結論からお伝えすると、山口智充さんの刑務所入りは真っ赤な嘘です。現在でも山口智充さんはテレビに出演され、レギュラー番組も持っています。しかしなぜ刑務所入りと噂されたのか、その真実、原因をお話しいたします。原因1、テレビへの露出がなくなったため。先ほどにもお伝えしたように、山口智充さんはバラエティ番組やドラマ、音楽活動などのマルチな活躍をしていました。有名な番組ではリンカーンや虹色ジーンなどの全国放送、かつ大人気番組でレギュラーを務めていた山口智充さん。しかし2011年3月頃からリンカーンへの出演がなくなります。また2008年から司会を務める虹色ジーンが2020年3月に放送終了。大人気のレギュラー番組や山口智充さんご本人が司会を務めたメイン番組から姿を消したことにより、刑務所入りとネットで騒がれたのです。また最も目にしていたリンカーンから姿を消した時期と少し重なるように、ある事件が起き、それに関連し刑務所入りという噂が飛び交います。原因に同姓同名の人物の逮捕、リンカーンの出演が終了し、以前ほど姿を見かけなくなった2013年、同姓同名の山口智充容疑者が児童売春・ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されます。このニュースが流れた時、ツイッターなどで「あのグッサンが逮捕された」などと騒がれました。実際は勘違いで全くの別人。同姓同名の山口智充さんは
IT 関連会社社員のようです。原因さん逮捕された人物との共通点があった。先ほどご紹介した同姓同名の山口智光さんの逮捕。なぜここまでグッさんが逮捕されたとネット上で騒がれたかというと、タレントの山口智光さんの出身が大阪、そしてこの事件が発生したのも大阪だったためです。同姓同名、また大阪という場所によって勘違いしてしまうこともなんとなく理解できますよね。タレントの山口智光さんにとってはとんだ風評被害だったと思います。ここまではなぜ山口智光さんの刑務所入りの噂が広がってしまったのか、まとめてみました。テレビへの出演源や同姓同名の方の逮捕が今回の噂の種のようですね。実は山口智光さん、以前は頻繁にバラエティなどの番組出演が多かったのですが、出演頻度が減った理由には山口智光さんなりの考え方があります。それは山口智光さん自身の仕事よりもプライベートや家庭最優先主義の考えがあるからです。山口智光さんには奥さんと3人のお子さんがいます。奥さんは一般の女性の方。お二人が交際をスタートさせた際、吉本に入ることになった山口智光さんは上京、奥さんとは遠距離恋愛となります。上京への背中を押してくれたのが奥さん。自分にやりたいことがあるなら行った方がいいと言い、山口智光さんの背中を押してくれたようです。そして芸人としても駆け出しだった。芸能界デビュー1年が経過した頃に奥さんを東京に呼び寄せ結婚しています。そして初めてのお子さん、長男の力くんが生まれる時、タレント活動が多忙の中、なんとか奥さんの出産に立ち会えたようです。そこで山口智光さんはビデオを回そうと身構えたものの、感動で号泣し、結局山口智光さんの母親が撮影してくれたようです。家族への愛を感じられるエピソードね。結婚当初は芸能界駆け出しで経済的にも余裕がなかった山口智光さん。しかし結婚を決めた理由には山口智光さんらしい考え方があります。なぜ結婚を決めたか、その理由は本当にゼロからでしたけど、不安要素はなかったです。一人で楽しいのが二人になったらマイナスになるわけがない、倍になるだけだと思ったんですと以前に語っています。このような考え方ができる山口智光さんの人柄の良さが伝わります。その後に2人目、3人目のお子さんを産み、家族仲良く暮らしているようです。最後に山口智光さんの夫婦円満の秘訣をご紹介します。以前にインタビューされた際に山口智光さんは、向こうに何かを望むことはとてもとも厚かましいというか、そこは僕自身の課題ですかね。僕の意識の問題です。どれだけ自分の中に嘘をつかず愛せているかということと語っています。この発言をまとめると、見返りを相手に求めず自分についてきてくれたことに感謝し相手を思い切り愛すことだそうです。世間にとっても理想の夫婦関係ですね。今回はタレントとしてマルチに活躍する山口智光さんの刑務所入りの真相とご家族関係やエピソードについて簡単にまとめてみました。いつかまたお茶の間にグッさんからたくさんの笑いを届けてもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。